ハッピーハローこのチャンネルは RD が心にキュンときた本を紹介する番組です。独断の見解や盛大なネタバレが含まれますのであらかじめご了承ください。今日ご紹介する本は西佳奈子さんの小説「円卓」です。映画では芦田愛菜ちゃんが演じ話題になりました。 まずは主人公の紹介です。名前はコトコ愛称はコッコと呼ばれています。大家族の中で愛情を受けて育ちながら孤独をこよなく愛しています。口癖はうるさいボケです。コッコを通じて私たちはどこかに忘れてしまった感情のいろいろを思い出します。それは少し恥ずかしかったりほろ苦かったり過去の感情がゆっさゆっさと振り回されます。うまく言葉にできない思い思 でも胸がキュっとなるくらい切ない気持ち確かにあの頃幸せだったと思うのです西か奈子さんの天才的ともいえる文体によってこの物語は綴られていますでは次に登場人物の紹介ですこの物語には実に個性豊かな人たちがたくさん出てきます読み手によって例えば三つ子の姉たちやおめかけの子中やなどに 強い思いいい思思を抱く人もいると思います小説のいいところは読む人によってその捉え方が全く違うという面にあると思います。ここでは私個人が気になった人物を取り上げていきますのでご理解ください。まずはコッコの家族構成から。コッコの家族はおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん三つ子の姉たちコッコの8人家族です。孤独が好きなコッコですが実際には大家族で。 3LDK の公団住宅に暮らしているため孤独はなかなか訪れません三つ子の妹と言われるのにもうんざりしているわけです潰れた中華料理屋からもらい受けたシンクの円卓が今のほとんどを占領していますみんな個性的で魅力的な人物ですが今回この動画で主に取り上げるのはおじいちゃんの石田です次にコッコのクラスメイト主に取り上げたいのは コトコの幼なじみのボッサン美少女で知的な高田めぐみさん在日韓国人でクラス委員のパクくん暗いイメージの女子ミキナルミ、そして担任教師の地引きですまずはざっくりあらすじを書き出してみましたこのうち3から6に関しては1日の出来事です物語の中心ともいえる1日ですでは1から解説していきたいと思います 小説は高田恵さんが眼帯をして登校してきたという一行で始まりますクラスのみんな大騒ぎです高田恵さんはモノモライと言って席に着きます映るから眼帯をしているというわけですコッコはそれを聞いて眼帯やモノモライという自分が知らなかった言葉をジャポニカ自由帳に書き留めますコッコの字は力強いゴシックに近い字でこれは注意してもなかなか治りません そして自分も物もらいになってあの真っ白な眼帯をしてみたいと思うわけです。眼帯といえば中二病の必須アイテムですね。ハゼロリアル、弾けろシナプスのアレです。コッコは想像力が豊かです。私に近づいたら映るのよ。どうか一人にして、そしてそれによって得られる孤独をもってうっとりします。 そしてけびを使ってまんまと保健室の先生に眼帯をもらうのですが面倒くさくなって結局すぐ外してしまったりもします次は2ですコッコは常に知らない言葉を見つけるとジャポニカ自由帳に書き留めていますしかしある日家に忘れてしまいます自由帳は姉が見つけていたのですがそのまま,ましばらくコッコの手元に戻ってきませんでした 3. クラス会での出来事。学校で生き物を飼うかどうかの議論が行われました。コッコはどうしても動物が飼いたくて、スピーチの練習までやって本番に臨みます。おっさんには冷静に行けよと言われていたのですが、チューヤンの欲張りが入って、つい口癖のうるさいボケを連発してしまいます。次第にヒートアップするコトコ、負けずに返すチューヤン、学級委員のパク君は、切れたコトコが手に負えなくなることを知っています。 一死にその場を収めようとしますが、止めることができません。やがてパク君の顔が青さめたかと思ったら、胸に手を当ててしゃがみ込み、苦しそうにあえぎ始めました。担任の字引きが駆け寄り、その場は騒然となります。後に担任から、パク君は不整脈だったと聞かされます。ちょっとしたパニックの症状だというのです。パク君は家で、今日は休むことになったと字引きは言いました。 コッコはその出来事に興奮し、そして死ぬかもしれないという病に対して憧れを抱きます。初めて聞いた単語。静脈、パニック。これはぜひとも書き留めなければと、ジャポニカ自由帳を探します。ところが、机の中に自由帳がありません。思わず叫ぶコッコ。ジャポニカがない授業そっちのけで、みんなの机の中やランドセルまで探させ、 ココッコはジャポニカをを求めて教室内を歩き回ります。ちょっとした学級崩壊です。ないないない。そう騒いでいるコッコにクラスの誰かがこう言います。コッコが不整脈になるぞ。パニックや。その言葉を聞いてコッコはハッとします。こ、こ、これが不整脈完全にその気になってしまったコッコは強く胸を押さえます。悪い気分ではありません。っていうかちょっと嬉しい。 そうだ自分はパニックそして不整脈であるかわいそうな私周りのクラスメイトが騒ぎます先生コッコも不整脈やパニックやそうしたらねちびきがコッコに静かに近づいてくるわけですその時コッコはなんかいつものちビキと違うようだと思いますちびきはコッコを立たせると「薄原お前はちゃうやろ」と静かに言います 言葉は静かでしたけれど、コッコは、ちびきが怒っているのではないかと思ったのです。コッコはそこで、なんだかめちゃめちゃ恥ずかしくなります。でも、どうしてそんな感情になるのか自分でもわかりません。そして4に続きます。相対したパクくんに、授業のプリントを持っていくため、コッコ、ボスさん、コーダメグミさんとごっくんとで、パック君の家に行くことになります。その道すがら、 ずっと引っかかっていた疑問をコックは口にします。うち今日な、不整脈になったやろごっくんはコーダさんとコックと一緒にいることに興奮して、なんで興奮しているかって言えば、コーダさんとコックはクラスでも1、2を争う美少女だったからです。だからテンション高いし、あれはモノマネやろとか言って、茶化します。コックは、本当になったんや、モノマネやないって反論します。でも、 ちびきにお前はちゃうって言われて、うち、なんて言うか、なんか、坂すごっくんとは対象に、コ田ダメグミさんとポッサンは黙って聞いています。コッコが何を言いたいのか、なんとなくわかっているんです。それが感じられて、コッコはやっぱりコ田ダメグミさんのことが好きだと思ったし、ポッサンのことをかけがえのない友達だと思,思います。パックの家には、綺麗なお母さんがいて、 子と子たちを家に入れてくれます。2階のパクくんの部屋に入ると白い猫がいて、子と子は喜びます。パクくんの家には立派な絨毯が敷いてあって、自分ちとはずいぶんちゃうなーって子と子思います。猫が帰るのもなんともうらやましい。パクくんに不整脈のことを聞くと、あんなことになったのは初めてだったし、死ぬかと思った。もう二度とな,なりたくないと言いました。でも子と子は、 死ぬかと思うだなんてかっこいいと言います。そしてパクくんが在日韓国人であることやお母さんに無理やり連れてこられた人たちのことを忘れてはいけないよと言われていることなどを話します。そして今日覚えたたくさんの言葉をメモ帳にびっしりと書き留めます。そしていつもノートの切れ端に何かを書いて小さく折りたたんでいるクラスメイトのミキナルミのことを思い出します。 ミキナルミも何か大事なものを書いていたのではないかとコッコは思いますその日の夕食時です母親から赤ちゃんができたことが家族に報告されました三つ子、コトコに続く5人目の子供です家族は大騒ぎ、三つ子の姉も大はしゃぎですコッコに妹か弟ができるのよと姉は言いますでもコトコにはさっぱりそれが嬉しいことだと思いません どうして家族が増えるのがそんなに嬉しいんだコッコが欲しいのは孤独です。かわいそうって言われる哀れみが欲しいのに、どうしてみんなわかってくれないんだ弟も妹もいらない。それよりも動物の方がまだいい。夕食後、コトコはポッサンを呼び出します。近所とはいえ、子供だけでは心配なので、おじいちゃんのイシタがついてきてくれます。イシタはコッコを子供扱いしません。 コトコのことが心配できているというそぶりも見せずに、優雅に夏の気配を楽しんでいます。本が好きで、大家族を疎ましく感じているところもコッコに似ています。コッコはそういうイスタのことが好きです。団地前のベンチに座って、コッコとポッサンは話し始めます。ここの会話のシーンは、この物語の肝にもなる部分なので、なるべく原作に忠実に進めます。 ポッサンの喋り方は実際はきつ音なのですが、ここではテンポを重視するため省略します。弟か妹ができると言われて、嬉しくないということ子に、ポッサンはこう言います。嬉しくなかったら喜ばんでもええ。時々、コッコはなんでそんなふうなんやって、周りから思われてる気がする。とことこは言います。今日だってそうだ。パクくんの不整脈。ことこはかっこいいと思って、羨ましくて、 だから、ことこが不整脈になって嬉しかったのに、ちびきは怒っとった絶対。と、ことこはポッサンに胸の内を話します。どうしてちびきは怒っていたんだろうそれは、ことこが不整脈じゃないのに、真似してそうしてると思ったんじゃないかな。と、ポッサンは言います。真似は真似あったかもしれん。でも、なんで怒るんや不整脈は死ぬかもしれないと思うほどしんどいんやろ それを健康なこと子が真似することがあかんと思うたんやろ健康やったら真似したらあかんのけ苦しくないのに苦しい不良したらあかんのやないかなんで馬鹿にしてるように思う人もいるんじゃないか馬鹿にしてなんてしてへん。うちはほんまに不戦略になりたいんや。こと子の気持ちはわかる。お前は馬鹿になんてしてへん。俺やったら知ってる。だけどそういうふうに思ってしまう人もおるんや。 あの時パクくんおらんかったけど目の前でコトコが不整脈とちゃうのに苦しい真似しとったらパクくんが嫌な思いをしたかもせれへん。なんでじゃあうちは羨ましいからやってるのにお前はかっこいいと思うかもしれんけど普通の人は思わへんのや普通の人はそうかもしれん。でもうちはかっこいいと思うねん。でもあかんのかことこ昔俺の話し方めっちゃ真似して怒られたことあったやろうん覚えてる。 ポスさんがどう思うと思うのって先生にめっちゃ怒られた。俺はな、お前が心か俺のことをかっこええと思ってくれてるって分かって、それで嬉しかったんや。でもな、それは俺がお前のことをよう知っとるからであってな。やっぱり真似するんは普通はあかん。なんでじゃ。俺の喋り方はき音言うて、世の中ではあかんこととされとる。健康な人があかんことを真似するんはあかん。バカにしてると思われるんや。き音は知ってる。 おっさんご教えてくれた。でもなんであか,こあかんことなかっこええやんか。俺はお前がそう言ってくれるから自分のことかっこええと思えるようになったんや。でもそれまでは親も俺の話し方を直そうと必死あったし、人に聞き返されるんが嫌やった。そうなんや。そうや。おかも俺のことかわいそうにって思ってはった。俺はそう思われるのが嫌やった。なんで嫌なんかわいそうにって思われるのがなんで嫌なん ことこ、それはお前がかわいそうって思われることがないからや。うちがそうや、ことこはかわいそうにって思われたことない。ないからかわいそうにって思われる人の気持ちがわからん。ことこがほんまにかっこええと思ってても、本人はものすごく嫌に思ってることもあるねん。コウダメグミさんもものもらいけそうや、もらいものも真似したらあかんのけ真似したい気持ちはわかる。 眼帯はかっこええからな。ちびきも怒らへんせやな。眼帯は怒らへんかもな。ほんならなんで不整脈を怒るんや不整脈は死ぬほどしんどいからや。物もらいは死ぬほどしんどくないやろでも、ぽっさんのきつ音も死ぬほどはしんどないやろせやな。でも真似したらあかんのやろその違いがわからん。うーん、難しいな。 こういう二人のやりとりを、イシタはじっと聞いてるわけです。そして、頭のいい子供は素晴らしいと思っています。そしたらしばらく考えて、ポッサンが言うわけです。わかった。本人がそれをどれだけ嫌がってる、嫌がってるかによるんと違うかでも、どうやったらそれがわかる嫌がってるかそうでないか。想像するしかないんや。その時、イシタが、 イマジンとつぶやいた。そして、イシタは続けて言う。ポッサンに、ことこよ。イマジンはな、年取ったら分かってくることもある。相手がどう思うか、年取った方が分かることもあるんや。ことこは死ぬのが怖くないやろうん、怖くない。死にたいと思うこともある。そうや。だから不整脈も嫌なことじゃないんや。ポッサンは言う。俺は怖い。死にたあない。 そうか。もしかしたらコトコより、ボスさんの方がイマジンかもしれへんど。ことこも死ぬ怖さがわかったら、もしかしたらわかるかもしれへん。相手がどう思うか、パクくんがどんな思いでいるか。想像することは大切や、想像できないと相手を知らない間に傷つけてしまうかもしれん。ただ、自分で言ったことは責任を持たなきゃいけない、とイシタは言う。 コ,トコがポッサンの喋り方をかっこいいと思ったらその思いに責任を持たなあかんそのことでポッサンを傷つけることになるかもしれないけどそれは自分から心から思ったことなんだと堂々と言わなあかん一学期終業式三木成美がまた背中を丸め紙に何かを書き小さく小さく折りたたんでいます。 コッコは気まぐれにその手元を覗き込んでみました。そこには死ねという文字がありました。ミキナルミの机に詰まったたくさんの死ね。机から身を乗り出していたコッコをジビキが注意します。その表紙にミキナルミの机の中からたくさんの小さな紙がこぼり落ちました。わあ、雪みたい。コッコが言うとミキナルミはコッコを振り返ります。コッコはその時、 三木成美のことを魚に似ていると思いました。夏休みに入りました。コトコはポッサンが祖母の家に泊まりに行っている間に演出者に遭遇します。その男はハローとことこに声をかけてきます。真夏に長袖のネズミ色のつなぎ、胸には黄色い S の字がプリケしています。眉毛が濃く、肩ほどまでの髪を真ん中でピタリと分けています。 見るかに、見るからに異常な佇まいをしています。コッコが声も出せずにいると、その男は、一人で遊んでるの胸のエスを見てるのなどと話しかけ、くねくねと体を折り曲げたりします。お名前なんて言い張るのと聞く男に、なんでもええやろが、とことこは返したりします。コッコはポッサンがいないことをすごく寂しいと感じます。 ネズミ人間は、やーと言いながら、体をくねらせ、ご尊願を踏んでくれはるのと言います。言葉の意味はすぐにはわからなかったのですが、顔を踏んでくれと言っているのだと、コッコは理解します。ネズミ人間は仰向けに寝転がっていました。コトコは結局、恐る恐るネズミ人間の顔を踏みます。もっとやでーと、ネズミ人間が言います。 コッコはその声にけをされ足全体を乗せつま先に力を込めますさらにやでーとネズミ人間が言いますコッコは渾身の力でネズミ人間の顔を踏み続けます汗が噴き出します太陽が熱いですネズミ人間はのたうち回るような動きを見せたんですがその表情は優雅でもありましたコッコは足を離しても からうげず動けずにいました心臓がドクドクと波打ちます。ネズミ人間は鼻血を出しながらまた体をくねくねと揺らします。そして突然背を向け歩き出します。不吉な長く黒い影だけを残して。コックはしばらく呆然と立ち尽くしていましたが、いても立ってもいられなくなり走ります。そして、あーと叫んでいました。 暑い、暑い太陽の下で。コッコは学校のうさぎ小屋まで走り、うさぎを抱いたまま、花壇の横に寝転びます。そして、うさぎを自分の顔の上に乗せます。一匹だけじゃ足りず、二匹乗せたいと思います。うさぎは嫌がってコッコの顔を引っ掛けます。そして、コッコは初めてその時、孤独を感じたのです。誰にも守られていない自分、誰にも関わっていないこの時間、 ここに一人でいることは、たし、決して幸せなものではないというふうに感じるんですね。そして、うさぎに引っかかれたことで、本当の物もらいになってしまうんですが、それが本当はめんどくさくて嫌なものだということを思い知る羽目になります。コッコは昨日よりずっと大人になります。歩く速度は確実に速くなっています。そして、ネズミ人間と出会ったあの日のことは、ポッサンにも 言えずにいましたそしてだんだん無口になっていきます始業式の日三木なるみが学校休みました机の中にぎゅうぎゅうに詰まっていたシネはもう三木なるみの手によってきれいに片付けられていましたコトコは三木なるみのことを魚のようだと思ったことを思い出しました知らなかったずっと同じ教室にいたのに何にも知らなかった 自分は知らないことが多すぎると思う、思います。ミキナルミにプリントを届けると言い出したことこに、仲良かったっけってみんなが聞きます。しかし、ミキナルミは誰とだって仲良くなんてしていなかったんです。ミキナルミはそういう児童でした。誰かに疎まれたりもしないけれど、誰かの視線にさらされることもない、ただ教室にいるだけの子供でした。コッコ、コッコが行くというと、 ポッさん、コーダメグミさん、ゴックン、パクくんまでついてきました。ミキナルミの家に行くとお母さんが家に入れてくれます。ミキナルミは特に具合が悪いわけでもなさそうでした。ミキさん、明日は学校来れるのわからん。どっか悪いの、うんする休みやんけ。うん。なんでやつまらんから。お母さんにはなんて言ってるの しんどいから行きたくないって。どうして学校つまらないの別に理由はないよ。理由ないよ。理,いや理由ないのうん。嫌なこともないし。でも面白いわけでもないから。だからあんなん紙に書いとるんけコッコの問いにみんなが首をかしげます。死ねの書いた紙のことを知っているのはコッ,コ,ッコだけなんです。うーん。ようわからん。 書きたくなって、そんで、机に入れた。みきなるみはしんどいのだ。つまらない学校に行くのはしんどいだろうし、学校に来るように強制されるのもきっとしんどいだろう。と、コトコはそこで思います。どうでしょう、この場面。一連のやりとり,り,りの中から、コトコはちゃんとイマジンできているのがわかります。クラスメイトのことを考えて行動できている。ちゃんと成長しています。 では次、ラストです。ネズミ人間が逮捕されます。コトコは偶然、ポッサンとその場面に出くわします。公然わんせつ罪ということです。えー、コトコとと、ポッサンはネズミ人間が警察に連行されていくのを見ています。見ていました。その時、コトコの足が震えます。そして、コトコはあの日の出来事をやっとポッサンに話すことができます。話を全部聞いたポッサンは、 泣いていました。すまんかった。一人にしてすまんかった。そう何度も言いながら、ポッサンが泣いています。謝ることない。ポッサンは悪ない。そう言いながら、コトコはこう思います。いつかポッサンと同じ時間に死ねたらいいと。そして、初めて死ぬことを寂しいと思います。そしてポッサンは早く大人になりたいと願います。 心の底から初コッコは夕焼けをきれいだと思いますきれいで寂しいとその時思い,思いましたそして帰り際ぽっさんにあるお願いをします数日経った時久しぶりに三木だるみが登校してきましたクラスは席替えが行われていました席につき反射的に机の中に手を入れます すると、紙に手が触れます。はっとします。さらに探る。机の中は紙で埋め尽くされていました。捨てたはずだった。あの、しでで埋まったあの紙。コトコが雪みたいだと言ったあの日に、三なるみは小さく折りたたんだ紙を開いてみました。そこには、夕焼けと書いてあります。力強いゴシックの字。コトコの字です。 次の紙には鹿。今度の字は綺麗な達筆な字でした。みきなるみはすぐにポッサンのことを思います。次の紙にはタオル。次の紙には笛。杖、夏休み、柔らかい猫、手紙、濃いカルピス、猿、文字、石田、天狗、夏布団、たこ焼き、円卓。いつの間にか、 ミキナルミはわずかに笑っていました。投稿してきたパクくんがその髪を見て隣で一緒に笑います。ミキナルミはほのかに嬉しくなっていたずらを思いつきます。中庭にいたコッコとポッサンはうさぎ小屋のうさぎを見ていました。ミキナルミが巻いた髪はハラハラと雪のように中庭に降り注ぎます。本当にそれは真夏に降った雪のようで ようでしたこコッコとポッさんは空を見上げますわーっと声を上げて笑いますベランダには登校してきたみんなの顔が並んでいますここでこの物語は終わっています思えば私たちはかつてコッコでありポッサンでありコ田めぐみさんでしたそして形は違えど 無垢な子供たちが理不尽に社会の闇にさらされる現実がありました。誰もが経験しながら大人になっていったのだと思います。円卓を読んで懐かしいと感じてしまうのは、ッコや他の子供たちを通じて、それぞれの物語をふと思い起こさせるからではないでしょうか。文章に含まれる切なさのかけらを救い取ることができる人なら、 きっと同じように感じてくれると思います。さあ、あなたはこの本を読みたいと思いましたかではまたお会いしましょう。